自宅で自分でダブルブリーチ、美容師が教えます。簡単方法を分かるようにこれでお伝えしたいと思います。ハイチューブ TV、はい、このようなですね、大きいコーム、ジャンボコームというんですが、このコームにブリーチをつけて染めていきます。で、これをやることによって、根元が 0.5 ミリ1センチぐらい、染まらない状態が作れます。根元に直接ブリーチをつけてしまうと、染みてしまいますので、これをやることによって根元に薬がつかないので非常に安心です。で、根元まで染めてしまうと逆に不自然だったりとかしてしまうので、これぐらい 0.5 ミリぐらい、開けておくと、綺麗な染まりになりますので、あえて、このジャンボコームでやっていくといいと思います。で、ブリーチの場合は塗布量がすごく肝心で、量が少ないとやはりリフト明るくなりづらいので、結構まんべんなくですね、何度もつけてしっかり薬剤が髪にたまるような感じにしていきます。で、いろんな方向からコーミングしていただいて、後ろはちょっと分かりづらいので合わせ鏡でやってみてください。このように合わせ鏡でやっていった方がいいですね。髪の毛を立てるような感じで下から上にやっていくと間違いなく染まることができます。で、温めますね。ちょっとお時間短縮ということで少し温めてみました。僕自身がメラニン色素が非常に多いので、結構1回のブリーチで染まったのが、30分放置したのですが、オレンジ味が分かると思うんですけれども、こういう色になってしまったんですね。で、前髪は、以前ブリーチしていたところが、出てきました。それで、2回目のブリーチですね。はい、こちらもですね、同様に、ジャンボコームに薬剤をためて塗っていってます。で、前髪の、明るくなったところ、そういうところは、つけないように今回はしました。そこだけ、ダメージが出てしまいますし、あ、これですね、根元の方、リタッチ方法です。これはジャンボコームに薬剤をつけて、リタッチ方法ですね。先を薬をつけない状態でリタッチ、このように滑らすことによって根元側に薬がたまりますので、これちょっとね、今目を細めてますが、これね、ブリーチ剤っていうのが目に入るととっても危険なんですね。なので皆さんもやるときは絶対目に入らないようにしてください。下から上にブリーチがたまるような感じで、ラップをするときは優しくラップをしてください。頭皮にブリーチがついてしまいますと、そこが過剰に反応してしまいますので、なるべくテンションをかけない状態で、はい、ブリーチ2回終わりました。これはクリア剤です。スローカラーのクリア剤、要は、色がついてないというやつですね。薄め剤です。この1液と2剤本来混ぜるんですが、混ぜないで、1液の濃度が濃い状態でカバーリングをします。この状態で、先ほどの前髪の明るかったところをカバーリングしないと、そこだけ色が強く入ってしまいますので、このようにカバーリングをしていきます。はい、1剤だけなんでちょっと濃度が濃いものでなじまないので、コームでちょっとなじませていきます。ちょっと厚めに塗ってます、毛先の方は。はい、こちらはスローカラーの、MT の10、モノトーンの10ですね。こちらで全体を今回は染めてみました。
同じようにジャンボコームにつけて、同様に塗っていきます。全体に、同じような感じでつけていきますね。下から上に髪の毛を起こすような感じでつけていきます。だんだんちょっとね、皆さん見てて色が変わってきたのがわかると思うんですが、モノトーンの色味がちょっとずつ入ってきてオレンジ味が消えてますよね。はい、それで少しですね、根元の方をこのままなじませて、染めムラをなくしてます。これはで少し根元側のところが根元1センチ5ミリがこれですね、ちょっとオレンジ味が気になったので、ここにスローカラーのブルーを直接足しました。で、ちょっとだけ放置して流したような感じになりますね。直接ブルーだけをここに足してます。毛先までやっちゃうと危険なのでここだけにしております。はい、スタイリングですね、ゴールドウェルの、ワックス、こちら非常に使いやすい、ジェルワックスなんですが、サラッとしてて非常に使いやすいです。で、色はこのような感じで、毛先に少し根元の、最後につけたブルーが入っているんですが、これは2日で落ちます。シャンプーするときに、ね、色が入ったので、ちょうど良い色になるんではないかなと思います。ブリーチがですね、一番基本的に難しいので、ブリーチのベースがきっちりできていれば、あと色は綺麗に乗っかるんですね。なのでブリーチが本当に難しいです。ブリーチを綺麗に、根元の方をですね、コームで滑らしていたように、やはり根元の方が色がちょっとねオレンジ目を消しづらいんで、入ってきた新成分、新しく入ってきた方ですね、そこを、リタッチするような感覚でブリーチをしていった方が毛先はまあ簡単に染まりますから、より綺麗に染まるんではないかなと思います。カラーも一度ブリーチしてしまうと、いろんな色が楽しめるので、いろんな色をね入れてちょっと確かめて遊んでいきたいなと思ってます。